介、あんたこの町の子じゃないわね。どこから来たの？お家から来たの。そう、それはさぞかし長旅だったでしょうね。それで何しに来たのかしら？パパがおいでって言ったの。そのパパは一体どこに行っちゃったの？お仕事に行くってどこかへ行っちゃったの。私もお家へ帰る。私はあんたとは一緒に行けないの、わかる？一人でお家へ帰りなさい。でも、マミ。ああ。いいわ、チビスケ。ここから出してあげる。でもすぐそこまでよ。ただし泣き虫は嫌いだからね。いい？涙一粒でもこぼしたら置いていくわよ。わかった？オーケー、マミちょっと、まったく迷子になるわけだわ。マミ大丈夫、怖いのは最初だけよ、何事もね。で、ご用件は？もしかしてパーティーへのご招待かしら？デザートが楽しみだわ。最高のおもてなしね。まさかダンスパーティーなの？それじゃあチビスケ、よく見ておきなさい。この道をずっと行けっていうの？このヒールじゃ無理だわ。タクシーでも通らないかしら？
ないジョーちゃん。言っただろう、大船に乗った気持ちでいろって。マミーよ、マミーが来てくれたの。マミー、シェシャー、お久しぶり。うお、かけた。あんた仕事も運転もまっすぐがお好きなのね。島へ渡って先回りをしようとしたが警備の奴らにバレちまった。ちょっと計画が狂ったぜ。私の行く先は全てお見通しってわけね。俺にかかればそれくらい簡単にわかるぜ。お前が宝石を探してるならその持ち主がいるあのイザベルビルへ行くに決まってる。そうだろう。ほんとバカがつくほどまっすぐで感心するわ。それじゃあそのイザベルビルまで乗せていってちょうだい。なんで俺がお前の世話なんか。固いこと言わないでよ。こんな潮風の中を歩いていったら大切な髪が傷んじゃうでしょ。知ったことか。俺とはリンスの差だな。チビスケ、伏せてなさい。シェシャ、もっと飛ばして。お客様は私がおもてなしするわ。はあ、最高だぜ。私があの島へ行くのがそんなに都合が悪いの？でも邪魔されればされるほどますます行きたくなっちゃう。派手にぶっ飛ばすわよ。ママなら何か探し物があるんだってさ。まったくあの女、こんな小さな子をたぶらかしやがって。この子の家族にまで何かしたって言うなら絶対に。はあ、大丈夫か。ママならすぐ来るからな。ほらほら、キャンディーもあるぞ。これ何？美味しい。キャンディーだよ。いちご味かな。これキャンディーって言うんだって。あんたもいる？お友達かい？そうよ、チシャっていうの。ほら、可愛いでしょ。チェッシャー、そりゃ結構な。さて、ハイウェイがダメとなれ、あっちの作戦に行くしかねえか。となると問題はあの子をどうするかだなあ。そういえばジョーちゃん、あのお姉ちゃんは本当にママかい？そうよ、私のマミは強いの。お化けだってやっつけるのよ。お化け？あいつ自身が化け物みたいなもんだぜ。マミ、助けて！大丈夫だ、ジョーちゃん。俺のそばから離れるなよ。Go!
マミーだって。ほら見て、マミーがお化けをやっつけてるよ。おじさん見えないの？じゃあこれでどう？ほら見て。